成田空港にまつわるあれこれを紹介するなるほど成田空港。今月のテーマは成田空港グルメです。この番組は成田国際空港株式会社の提供でお送りします。成田空港では様々なジャンルの飲食店が出店しています。成田空港グルメの魅力を前編後編に分けてお届けします。今月は第2ターミナルの麺どころ鶴飯をご紹介。日本の麺文化を世界にをコンセプトに、だしにこだわったうどんやそばを提供しています。これからの季節にぴったりなおすすめのメニューは何ですか？はい、おすすめは暑い季節でもさっぱり食べられる小エビ野菜天おろしうどんです。季節の野菜天ぷらに当店自慢のだしが香り高くボリューミーで食べ応えのある一品です。それでは早速いただいてみたいと思います。美味しいです。天ぷらとうどん、だしがとっても合いますね。それに大根おろしが後味をさっぱりとしてくれるので、天ぷらも脂っこく感じなくてとても食べやすいです。ぜひ一度成田空港へ食べに来てください。